最近ゼリスカは少し元気がないように見えませんか？そうなのか？そりゃ一大事じゃねえか。こんなところで油売ってる場合じゃねえ。すべての女性のために生きるジェントルマンのクライン様がゼリスカさんを優しく癒して差し上げなければ。やめとけやめとけ、余計心労がかさむだろう。実はそのことでお話があります。デイジー、あれれ、ゼリスカは？今日は私一人で来ました。ちょうどお前のマスターについて話してたんだ。本調子じゃないってのは本当なのか？はい、少しですが、理由ははっきりとは分かりません。理由が分からない、じゃあ対策も立てようがねえな。理由が分からなくても元気づけたり気を紛らわせたりすることはできます。そこでぜひ皆さんにお手伝いをお願いしたいと思って来たのですが。もちろんです、協力するのです。そういうことか。でも何をするつもりなんだ？先日マスターは私のために衣装を作ると言っていました。マスターは自分には似合わないと言っていましたが、私は知っています。マスターはああいったテイストの衣装が好きなのです。なるほど、なんとなくそんな気はしてたが。ゼリスカは自分には似合わないと言っていて、でも好き？あれれ、どういうことなのです？なら諦めることはないと思うのです。はい、なので私はマスターに私と同じコスチュームをプレゼントしたいのです。それはいいな。時間はかかるかもしれないが、収集不可能な素材じゃない。お前とゼリスカの2着分くらいなら。いえ、この衣装をスコードローンの女性全員分用意したいのです。全員分？なんでそんなに？クラインさんが前に言っていました。仲良しの仲間がお揃いで着ることが流行っていると。おお、そういえばマスターが自分で似合わないと思っている以上、この服を送っても着ることにはやはりためらいがあるかもしれません。でも大勢で一緒に着るのなら少しはマシなのではと。よし、了解だぜ。俺にも手伝わせてくれ。どの素材を集めてくればいいんだ？いえ、協力とは素材集めのことではありません。それは私一人でやるつもりです。
そうだぜ。こういう時は仲間を頼ってだな。もちろん信頼はしています。でもお願いしたいのは、この素材の効率的な集め方についてのご相談なのです。なんで素材集めは一人でやるつもりなんだ。私はいつもマスターに守ってもらってばかり。だから今回は自分の力でマスターを喜ばせたいのです。デイジーからの初めてのプレゼントなのですね。なるほどな。エイル、どうするよ。俺もデイジーの気持ちを尊重したいが、正直今のデイジーが一人で集めるのは無理だろうな。この衣装の素材にはエネミーがドロップするものがいくつも含まれているんだ。レジ、お前のレベルはほとんど初期値だろう。そのステータスでこの衣装に必要な素材をドロップするエネミーを倒すのは無理だ。確かにデイジーはいつもフィールドには来ないのです。はい、実はマスターから禁じられているのです。私のことを大事にしてくれるのはありがたいのですが。おいおい、それじゃあソロで素材集めなんてとても無理だろう。一つだけ方法はあるぜ。それは俺の商売の手伝いをして金を貯めることだ。ですがそれでは。俺の手伝いといってもデイジー自身が働くことに変わりはない。それなら自分の力でプレゼントを用意したことにならないか。俺の下で働く以上はきっちり仕事をしてもらう。相応の働きを見せた時だけ見合う対価を支払うつもりだ。ご提案ありがとうございます。ぜひお手伝いをさせてください。エギル、いいとこあるじゃねえか。俺は商売人だぜ。自分の利益につながることしかしねえ主義だ。ビシビシ厳しくいくからな。
なんだかエギルは照れてるようなのです。照れてねえよ。けどよ、それだと俺らにやることはなさそうだな。そうでもないぞ。お前たちにはセリスカの動向を見張ってもらう。マスターの？ああ、こいつはサプライズだからな。当人にバレないように細心の注意を払う必要があるだろう。なるほどな。面白そうだ。分かったぜ。これで戦闘終了ね。マスター、お疲れ様です。お見事でした。ありがとう、デイジーちゃん。本当、相変わらず凄まじい強さですよね。 BOB に出たらきっとすごいのに。お褒めに預かり光栄よ、クレアちゃん。あ、ゼリスカさんだ。本当だ、無冠の女王だ。マスターは人気者です。このように多くの人たちに囲まれることも少なくありません。そんなことはないわよ。少し目立つアバターだから物珍しいだけよ。ゼリスカさん、もしよければサインを。それよりも俺と一緒にクエストに行きませんか。少し目立つとか、そんなレベルじゃないような。どうしたんですか、チェリスカさん。ちょっと最近困ったことになってるのよね。困ったこと？マスターの人気がさらに加熱しているのです。行く先々で待ち構える人やクエストについてくる人が出てきたのです。おまけにいろいろな MMO 情報サイトから取材の申し込みとかも来てるのよね。全部私がお断りしているのですが、後を絶ちません。ああ、なんかパパラッチに追い回されるアイドルみたいですね。まあ注目を浴びるのも一時的なものだとは思うんだけどね。それに私自身にも問題はあるわけだし。セリスカさん自身に問題？どういう意味ですか？あ、いえ、何でもないの。じゃあ今日は私たちはここでログアウトするから。またね、みんな。あ、はい。ゼリスカさん自身の問題って、多分ゼリスカさんが自分の素性を明かさないことなんじゃないかな。あれだけ有名で実力もあるのにランキング上位を目指さないことも普通のプレイヤーからすれば不自然だから。
そんなとこじゃないかしらね。おい、今ゼリスカさんがこの辺にいなかったか？あんたゼリスカさんを見なかったか？もうみんな行きましたよ。助かったわ、ありがとう。別に隠れる必要なんてないんだけど、誰かにだけ優しくしちゃうとそれはそれで問題になりそうだから。しばらくはこうするしかなさそうですね。このままだと余計にミステリアスな謎の美女イメージが出来上がりそうですけど。ミステリアスね。あなたたちは私のことをどう思っているのかしら。その人がどんな過去や経歴を持ってるかじゃなくて、今その人とどれだけ仲良くゲームをプレイできているか、それがこの VRMMO では一番大事だものね。私もセリスカさんが大好きです。ありがとう、みんな。お姉さん、ちょっと感動しちゃったわ。じゃあクエストを進めましょうか。はい。いつか私の正体を話す日が来るのかしら。その時までは仲良くしてね、みんな。よろしくね。